尾鷲小学校では子どもたちに自分の判断で逃げる力をつけてもらおうと定期的に避難訓練を行っています。地震を知らせる放送が流れると346人の全校児童は机の下に入り、揺れが収まると防災頭巾をかぶり、それぞれ避難場所の裏山に向かいました。今回は先月初めて南海トラフ地震臨時情報が発表されてから初の訓練となりましたが、地震はいつ発生するかわからないという理由で子どもたちには事前に知らせずに行われました。訓練の最後には奥村隆校長からいつでもどんな場所にいても避難について考えてもらいたいと話がありました。